世界遺産複合遺産ユネスコが登録する世界遺産はその特質に応じて文化遺産自然遺産複合遺産に分類されているこの項目ではそのうち複合遺産について扱う複合遺産は文化遺産自然遺産それぞれの登録基準のうち少なくとも1項目ずつ以上が適用された物件を言う言い換えれば一体の自然環境と そこでの人間の文化的栄意が、共に顕著に普遍的な価値を有するものと認定される、ことが必要である。登録基準の適用は、バンディアガラの弾崖やウィランドラ古軍地域のように、文化、自然とも1項目ずつ、登録基準を満たしているにとどまるものもあれば、タスマニア原生地域や、タイザンのように7項目を満たすものもある。ただし、 登録基準10項目すべてを満たす物件は2014年時点では存在しない。1992年以降、世界遺産条約履行のための作業指針に盛り込まれた文化的景観の概念と重複する側面もあるが、一致はしない。複合遺産の数は約1100件ある全物件数の中で30件台と非常に少ない。以下のリストにある登録年とは、 複合遺産として登録された年を指す。文化遺産や自然遺産が後の拡大によって複合遺産になった場合、最初の登録年は括弧に入れて示してある。ありがとうございます。